三重県の外郭団体、三重県厚生事業団が運営する津市にある障害者施設、三重県稲葉園をめぐっては3年前の入所者への心理的虐待に始まり去年は職員が入所者に馬乗りで殴ったり重度の知的障害のある中学生の腕を引っ張ったりする虐待が発覚、三重県による特別監査が行われていました。 その結果、2021年の9月以降、虐待の事案はこれまで認定された3件以外は認められなかったものの、職員による厳しい口調の声かけや利用者の車椅子を足で蹴るなど、不適切な行為が合わせて13件新たに確認されたということです。今日は、三重県子ども福祉部から三重県厚生事業団に対し、 特別監査の結果が伝えられ、虐待や不適切な行為の再発防止の徹底や、管理監督体制の課題などに対し、改善が求められました。監査結果を受け取った三重県厚生事業団の井戸端正幸理事長は、記者団に対し、これまでの取り組みも振り返り、改善計画の修正や追加の作業を急ぎ進めたいと話しました。 三重県厚生事業団は改善計画を9月9日までに県に提出することになっています。